旧田浦文庫小戸島町立奈江和小学校は、香川県小津郡小戸島町にある町立小学校である、小戸島町南東部を校区とする、登校学区を中心に、小戸島の歴史や魅力について一年を通じて学習する、岸修学習に取り組んでいる。1902年8月に田浦尋常小学校として建築され、1971年まで、 内海町立内和小学校の田浦文教場として使用されていた校舎は現在、三崎の文教場として公開されている。小戸島町立内和小学校は1976年内海町立内和小学校と内海町立坂手小学校との統合により開校した。内海町立内和小学校は1875年慶光小学校として開校した。 その後、坂手尋常小学校と改称し、堀越尋常小学校、苗は尋常小学校を併合した。1941年に国民学校令により、苗、羽村立苗は国民学校と改称した。第二次世界大戦降伏後の学生改革によって、苗、羽村立苗は小学校となり、1951年、内会長立苗は小学校と改称した。 内海町立坂手小学校は、1876年、明徳小学校として開校した。その後、1891年、坂手尋常小学校、1941年に、国民学校令により、坂手村立坂手国民学校と解消した。第二次世界大戦降伏後の学生改革によって、坂手村立坂手小学校となり、1951年、 内海町立坂手小学校と解消した。心豊かで、たくましくよく考える、子どもの育成小土島オリーブバス内和バス停から徒歩一分。内和小学校の自慢夢作り人作り新聞11号。平成27年10月1日発行公益社団法人香川県、教育会小土島町立小学校及び、中学校通学区域並びに幼稚園通園区域に、関する規則。 ありがとうございます。